どういうつもりですか、先輩。だから僕は何も。どの口が言う。貴様のせいでポーレットが、夢が。そこまでだ、マクシム。彼を解放しなさい。もう来たのか。だがそれは無理な相談だ。僕は必ず目的を達成する。気を失ったか。ポーレットさんとユメちゃん、お二人に関係のあることなんですよね。ですが一体何が。そもそも俺たちが力になれる可能性はないのかよ。この場所でタイムカプセルを掘り出す手伝いをした時のようにな。確かに君たちには明かしておくのが筋かもしれないな。依頼を出したのは4ヶ月ほど前だったが、あの時は僕も何も知らなかった。タイムカプセルの中からポーレットの写真が出てきて、最初からモンマルトにいたってオチだったな。ああ、本当に驚いたよ。内心恐れていたが、彼女に新しい恋人がいたことも含めてね。What's he saying now? Hold on. Eh? Huh? Wait. なるほど。そう書き換わってたか。Okay, so what he's believing right now is that, what's his name? Arslan won the race and won over Paulette and Yume. その相手はもし。ああ、君たちも一緒に確認しただろう。そこにいるアスランさん。そういう筋書きか。だとしてもどうしてここまで。もちろんショックだったが、すぐに仕方ないと諦めたよ。 I wish I could just take off colored text. Of course it was a shock, but it gave up me immediately. 当然だ。そもそも悪いのはかつて調子に乗っていた僕なんだから。それにアスランは僕から見ても本当によくできた後輩で、だから二人のことを温かく見守ろうってそう覚悟を決めていたのに。 It was a shock at first, and I he was very reluctant to let it happen, but he's a really good junior, so he wanted to watch over them for a while.あろうことか、こいつは、この男は陰でポーレットに分からないように暴力を振るっていたんだ。え？いわゆる DV ってやつね。って、これもねじ曲げられた事実なんだけど。Domestic violence. He used to hurt her. Ah, やけにリアリティのある話だがな。しかもアスランの背後には中東系マフィアがいるらしくてね。
誰かに相談すれば命の保証はできない。そんな風に脅されていたって言うんだ。中東系マフィアか。やれ。随分と。And so after going and for going after him, he was threatened by the Middle Eastern Mafia?僕は決心したんだ。フォーレットを救うためならこの手をいくらでも汚そう。And so he wants to save Paulette even if he has to get his hands dirty. そのためなら自らの命なんて惜しくないと。He doesn't care about his own life.これがポーレットに迷惑をかけた僕の僕にできるせめてもの罪滅ぼしなんだ。 And that's the least he can do to for his troubles to Paulette. もしも君たちが僕の力になってくれるというのなら、If you guys can help me. ここで僕がアスランを殺すことを止めないでくれ。 Please don't stop me from killing Arslan here. そんなことさせるわけがないでしょう。ならば覚悟してもらおう。戦闘力、高位幻獣クラスか。それにしてもこの姿は。ハンマカの前後で出現していた高位悪魔と同じ。チッ、アシェンの時もヌエを呼び出しやがったが。電子ハンド増大ですが、この情報は。うん、どうやら彼自身の霊視情報と一致しているみたいだ。すると、この悪魔はマクシムさんの井戸から生まれた存在。秘めたる情熱ってやつか。なかなか期待できそうだ。ったく、マジで骨が折れそうだぜ。You know what would make this better? If you could actually, like, you knowfight the people that I control by the Genesis, because it does say that it gives them better physical abilities. That'd be nice to beat up Maxim. Go again? Wow.うん。
遠からぬ者は元に聞け。つくよに舞う我が太刀は虚にして実時。 He is definitely way better without the jacket. そこだ奥義霊月一閃。Oh, perfect. Yeah, I'm surprised, like, Vaughn's new craft isn't, like, story locked. But, you know, whatever. If I do my buff, I'm gonna kill myself. Baton touch da! Omakase kudasai! Gan gan iku so! Ichi! Jibril Guard! Hmm. Ii kanji da ne. Kikoto! Moratta! Kouki desu!I get 4 S boosts. Very nice. Might as well use them all.行くぜ。
さ。Way. いくらなんでも今のを倒すだなんてこっちもそれなりに修羅場をくぐってるんでな。これ以上は無駄でしょう。彼を解放してください。それはできない。 I can't do that. それでも止めるというなら僕を殺せ。 You have to kill meマクシムさん。さっきからずっと引っかかってたんだが、 DV のことをあんたに教えたのは誰なんだ。そんなの誰だっていいだろう。Let's see.誰から聞こうが事実は事実だ。 Facts are the facts no matter who you ask、mm-hmm. oh. それは違うんじゃないかな。仮にあなたがそう思い込んでいたとしても何らかのきっかけはあるはずだ。 There is some kind of trigger for your answer. 確かに影でわからないようにって言ってたのに、なんでわかったかって話したな。ポーレットさん本人からというわけでもなさそうだったし、仮にそうだったとしてもあの方なら軽々しくは明かされなかったでしょう。
ですが、そうなると一体誰が。思えば朝から様子がおかしい人物がもう一人いました。モンマルトで挨拶した時もそうでしたが、それがより顕著だったのは観覧車の近くで会った時です。知らない、僕は知らない。ゆめちゃんがマクシムさんに相談したんですね。それは違う。うん、違わないよ。 The heck? うまくいったみたいね。こいつはシャード体で再現された夢様ですか。ここで私が手を貸すなんて本来ならありえないんだけど。 Normally it would be impossible for me to lend a hand here. 一度黙って体を借りちゃったこともあったしね。 There was a time when I silently borrowed your body. せめてものお詫びにこうして連れてきてあげたわ。 At the very least, as an apology, I brought her here.Oh, that's right. あの時か。そういえば立ち合わせてもらったね。げ、そういえばあんたもいたんだったか。まあいいわ、あとはそっちでケリをつけなさい。 Well, that's fine.ごめんね、おじさん。ユメ、何も言わなくていい。おじさんは優しいから、ユメが余計に苦しめちゃったんだよね。Uncle's kind. ユメ has suffered more than that. What? そんなことはない。だって君は何も知らない。そうだろう? Because you don't know anything, do you? 今日、観覧車で。Day at 観覧車。おじさんに助けてって言っちゃったから。I said help me. あの時に相談していたんですね。けど、ゆめちゃんはどうやってその事実を。それは夢が見ちゃったから。 That's because Yume saw it. アスランってお兄さんがママにひどいことをするの。 Wow, that's terrible. Okay. そうだったか。 So he knew because Yume saw it and Yume asked Maxim to help her. にしても、夢坊よ。俺に何の相談もないってのも、さすがに水臭すぎやしねえか。それは。ま、わかるぜ。おそらくこんな感じで脅されたんだろう。裏解決屋を頼ればママとおじいちゃんにひどいことをするぞってな。うん、そうだよ。だからあんたちにも。My dream was wrong after all. I should have done something about it though. あの
おじさんにこんな風に言えばよかった。一緒にママを助けようって。 I should have said let's help mom together. ユメ、君は？だからおじさんも一人で抱え込まないで。ユメがいつでも一緒だから。 But don't do things on your own. Yume is there with you. 僕は間違っていたのか。すまない、ユメ。ポーレットにも。おじさん。あれ、ユメも。どうやら元の場所に戻ったみたいですけど。ゲネシス、まさか夢棒が持っていたのか。侵食の起点はユメちゃんだった、そういうことでしょうか。 So it started with her. Wow. でもこれでようやく終わりましたね。I had to start with her because she's the one that saw the domestic violence. Come eat the Tokoro Habukasete Morataga. And then, upon telling Maxime, he went into a fit of rage to try and save her. Konkai, Koitsu ga okoshita sōdō wa yoku mo waruku mo Poletto to Yume. Tsumari.二人を守るためだったってことだ。分かってやってくれると助かるぜ。Didn't say. He's just a piece of shit in that timeline, apparently. ええ、心配しなくてもちゃんと伝わったわ。まあ今回ばかりは多めに見てやるか。せいぜいいい夢でも見やがれ。今医者と車を手配している。詳しい状況についてはその流れで説明させてもらうが構わないか。ええ、問題ありません。怪我も大したことはなさそうですし。ですがどうやら誤解も解けたみたいですね。 A big misunderstanding. Genesis Ghetto. Superlative 成果ですね。Yes. 完璧じゃねえか。 Nice. So we're still 100 off from AAA. 私も楽しめたかな。Genesis from a clock is this session? Yeah, that was from the first game. Pretty sure. Yeah, that was from the first game. It fits in the palm of my hand. I'm assuming the entirety of
The majority of this chapter is going to be reobtaining all the last Genesis. さすがにネミ。しかもおっさんと二人で国防街を洗うなんざ、柄にもねえことしちまったしよ。たくこのガキは。一応仮眠も取ってんだろうが。バンさんたちも半分徹夜みたいですね。私たちも始発で来てるけど、それにしても少し長引いているみたいね。ええ、出立組が戻ってきてないわね。遅れるなら連絡くらいありそうだけど。ああ、牽制はともかく、真面目二人に女優だしな。一応手がかりとなりうる情報はいくつか見つかってきている。軍施設近辺での不審者の目撃情報や動力ネットのわずかな異常。ネット上では小規模な侵食の実験と思われる噂もあったわ。あの赤黒い魔装機については、あれ以来目立った話はないけれど。そういえばあのグレンデル、ぱったり現れなくなったみたいだね。ああ、あの妖精ともどもな。とにかくチビどもが戻り次第動くしかねえだろう。何せ3日目だ。昨日よりヤバい状況にならねえとも限らねえだろうが。そうだな。早い。And アニエスさん、どうかしたの？ええ、ゲネシスが光ったような気がしたんですけど。Or not? Just flashed. ただの気のせいだったかもしれません。うん。ゲネシス、今まで何度も助けられてきたけれど。
と、こんな朝からかけてくるとはな。Issues? どうしたんだ？妙に慌ててるようだが。What's happening? 説明。あらへ。今すぐさ。あらだ。なんだ？よく聞き取れねえが。Issues at HQ? なんだかの妨害。動力波のジャミングではなさそうだけど。ダンさん、クソが、衝撃、何がどうなって。逃げろ、お前ら。行きなさい、アリエス。こっちよ、急いで。すぐに次が来る。She sensed that? Uh-oh. 行けない。And he's dead. What? Wait. So we're going all the way back from... So right after we saved Ashen, we're going back to here? Interesting. Yeah, I wonder how that's gonna work, because Yume has the thing. Let's find out. Interesting. That's new. Oh, you're right. There was a choice. I was like, what is that second option that I just hit? Yeah, so it's this thing, I think. What did this read anyway? Explorer then. Okay. So the first fight with the Terror is anti-immigration terrorist thing, and then we can just follow Barkhorn. Barkhorn's advice. And clues. Basically, that first route was just a complete wash. If we end up completing this one, like, it won't lead to anywhere. We're just dead. We don't recover a Genesis on this side, but however, we find some like critical information as to who attacked the office,
That way we'll be better prepared to survive the attack. Or 8. She's saying now. Nothing interesting. Nothing out of the ordinary. Just some data near you, right? That's all she has.